自分自身でやっぱりこういろいろ歌を歌うために調整してきたものっていうのがあって、でも、体をやっぱり歌うための体に作っていくっていう作業を、時間をかけてここ、まあ、3年ぐらいで結構やっていて。赤いサザンカの花びらが染まる季節、焚き火を歌った幼い日胸に灯る非常にタフな喉であり体、それが楽器として歌ってる、歌わせているっていうのを非常に感じて、すごくこれは嬉しい驚きでした。それが17年ぶりの、なんだろう、感覚です。遊佐美森潮騒。